で、だからそもそもが学歴のある人なんですよ、住宅ローン組んでる人って。そうですね、何笑ってんの、これ大事な話ね。はいはい、学歴のある人が会社を勤めながら住宅ローンを組んでるわけですよ。いいですか、はい、それが何らかの理由で足し算引き算ができなかった理由で競売にかかってるんですよ。で、一番大事なところは、いい大学出てやっとったらね、企業もね、今のはな、何しよ、企業も、まあ、企業の採用者ですよ、ね、このエンジョイライフは、企業に雇われろって言うと終わっちゃうから、独立して自営して会社やで、自分で今の現状を言ってるわけ、何でか言うから。だから、独立していくして、ビジネスオーナーになった方がいいわけでしょ。どっちや、会社員で女と、自分で起業するのと。ただでも起業してね、起業していいと思うでしょ。じゃろ、それは絶対いい。の学歴何の関係がある。学歴それはまあ例えばね、100人おってね、起業してまともに成功するのはね、1人か2人です。それはそんなもんよ、うん、それがなんか学歴関係あるのかっていう。だからそんだけまだ自信ないわけですね。何の話をしてんのよ。いやそんだけないから、うん、学歴があった方がええって言ってる。ということでしょうね。何の意味もないわ、学歴なんか。青だから一人青か。俺な、うん、今競売不動産、まあ、一般売買の不動産も買ってるで、うんうん、競売不動産ねってやっぱ管理できてない物件多いんですよ、うん、でね、戸建ての家、うん、ちょっと想像してな、うん、で立派な家なんぞ。例えばね、例えば築40年、うん、築40年っていうことは、1978年とか1980年ぐらいの家としますよ、うん、築40年ってことは今からね、ですか、2000年、ね、はいはいはい、例えば、うん、だね、その時にしたらものすごく立派な家、一世一代やっててみんな建ててるわけ、うん、あなたの家もそうでしょ、はいはい、もう1000万2000万ぐらいさえどうせ住宅ローンやから、もうキッチンもこんなんやって、お風呂もこんなんしてってやってるわけですよ、はいはいはい、立派な家やったはずなんよ、うん、それがね、競売かかるっていうことは、それが住宅ローンを払えなくなった、うん、何かの理由でね、うん、病気したとか、うん、仕事が思うようにいかん、うん、あると思うよね、うん、いいですか、うん、何かの理由でたまたまね、借金が返せなくなって、うん、銀行さんからね、抵当権入ってる物件をこれはまあ競売かけますよってなったわけですよ、うん、これいっぱい今物件見てる、うん、いいですか、うん、でここで大事な話するのはね、学歴の話、さっきイコールと一緒で、住宅ローンを組めるっていうことは立派なサラリーマンなんですよ、その当時、うん、今でも一緒なんですよ、はいはいはい、今でも住宅ローン組もう思ったらコンビニでバイトしてるやつに住宅銀行なんかローン出せへんから、うん、そうでしょ、うん、やっぱりそこそこの会社で長年勤め上げてて3年以上 ね、はい、給料きちっとも、税金払ってね、うん、お給料もらって税金そこから払って、ね、うん、ボーナスもあって、うん、安定してる人だから、この人だったら住宅ローン貸そうかって言って貸すわけですよ、はい、ですね、でだからそもそもが学歴のある人なんですよ、住宅ローン組んでる人って、うん、そうですね、何笑ってんの、これ大事な話ね、はいはい、学歴のある人が会社を勤めながら住宅ローン組んでるわけですよ、うん、いいですか、はい、それが何らかの理由で足し算引き算ができなかった理由で競売にかかってるんですよ、で一番大事なところは、ね、で大学歴がある人が住宅ローン組んでるということは微分積分ができる人ばっかりなんですよ、うん、なるほど、学歴のある、はい、それが足し算引き算できずに競売にかかってるんですよ、うん、ここが一番大きなところなんですよ、うん、ですか、だから一番大事なのは何でもそうなんだけども、入ってくるお金と出ていくお金の帳尻を合わさなあかんわけですわ、うん、家計も商売もビジネスもでしょ、小さかったら小さなりのことせなあかんし、でしょ、はい、入ってくのが大きかったも出ていくのが大きかったら同じなんで、うん、そうでしょ、はい、だから
そこが一番大事なことなんですよ、経済、うんね、はいはい、ここなんですよ。だから学歴何の関係もないんですよ、そもそもが、うん、もうそうよね、うん、それでなんで大学行くのわざわざ。だから住宅ローンも組めないですから。高卒でも立派に働いたら住宅ローン組めるわ。まずだからより組みやすいように大学に行くんでしょ。意味がよくわからないけど、うん、だからいや別に高卒であってそういう会社でね3、4年勤めたら組めると思いますよ。だからまあな、もう今最近若い人公務員になりたいって言う人も結構多いらしい、ね、うん、なんでや。だから安定なんですよ公務員が。潰れないでしょ。まあ潰れへんけど給料安いやん。まあまあ安いですね。安いでもまあまあまあありますわね。で退職金そこそこあると。あ、そうそうそう。で退職金が欲しいために30年か40年か頑張ると。頑張る。アホか死ねみたいな話や俺からしたら。俺からしたらね。そんなもん2年ぐらいで稼げと。いやそれいないでなかなか。なんでやねん。俺ができねえができるやろ。それはなかなかできないけど。今日話進まんな。押し問答やなこれ。いやいや、それが現実なんですよ。今日の問題は学費高すぎんねん。とにかく。大学、うん、アホかみたいな話よ、ね、あと塾、うん、舐めてんのかっていうぐらい高いわ、うん、なんでそんなもんに親が金突っ込むんやって。安い人ですねやっぱりね。え、大学はね回収できへんの。俺と言ったら今息子実際行ってるわ、うん、こんなこと言ってるけど、うん、まあ、これはちょっと大学でも特殊やん。6年の大学や、はい、でしょ。あ、いりますわね、ま、国家資格取るために行ってるわけや、はい、俺は別に取ってほしないよ、うん、本人が取るって言うから行く、うん、俺は絶対回収するからな、うん、回収って意味分かれる？分かる、よく金返しとく全部回収、3倍返しで回収するから回収じゃ返せ、違うよ、うん、知らん間に働かすから、うん、安月給で安月給ちゃうわ、うん、そこそこ給料渡すけど、うん、預かっとくからこれちゃんと運用しとくから、うん、それはそれでいいでしょ。だから俺回収するよ、うん、だから皆さん親御さんも見てる人は子供の学費は回収せえと、うん、回収してないんだ私は。してないやろ、うん、学校出たらもう絶対回収するからな、何がなんでも。なんで回収するの。俺らの会社作って、うん、自分の子供働かして回収するから、うん、利益上げろ、うん、まあ親やから6でなしそうというかてめえの学費ぐらいてめえだから。まあそれはできるんだったらいいですやん。俺大学行ったよ一応、自分で払ったぞ学費、うん、一応も出してくれへんかったから。なるほど。ずっとバイトしてるけど夜も寝んと、うん、ホストで奨学金払いましたね。え、奨学金で行きましたね。なんで学費親が出さなみたいな腹も立つほんまにと思うねな、うん、学費だから今のだから今ほんま何かけ、うん、みんな一生思てんの学費、うん、高いのは塾代で子供が大学行くためにどうしようこれみたいな、うん、ですか。高いのは学費、とにかく学費、あと社会貢献、厚生年金、うん、高いね、うん、であと携帯、うん、電話代、アホみたいに1万円使ってるやつもおるやろうけど、俺なんか3000円やからこれ最近買ったけどスマホ、うん、3900円ぐらいやからな、4200円の時は、うん、安いやろ。いや私もそうですよ。タバコやめて持ってる安い、うん、そこに住宅のそういったねとこに変なお金が入ってしまったらこう前向きの金にな使えないよね。そう発展ならへんよね。全然ない。これはだから、うん、学費であっても俺からしたら前回の動画じゃないけど浪費ですわ、うん、回収の見込みもないところに金突っ込んでるとか年間例えば100万かかるとしたら授業料大学の、うん、これ4年以下したら400万ですわ、うん、でなんじゃかんじゃったら500万になってくるわ、うん、ええから入学金入れたらもうちょいいくわ、うん、500万600万これ浪費よ。ガキを学校行って遊ばすために、うん、そうやろ。そうや、ね、これをもし出すんであれば、うん、行きたいって本人が言って出すんであれば絶対回収せえと、うん、本人に言ったらあかんね、貸すから、うん、地味に働かして、うん、あとは、うん、もう本人に言われてる理解してもらった方がええのはええかもらね。おう、俺やったらもう4年生大学出てきたら会社このアンジェスで雇ってもう完全歩合制で、うん、働きまくらすけどな。なんでそういう考えが必要でしょうね。そりゃそうよ、投資やもんこれ、違います、投資ですわ、ある意味こんなごっつい額の。
まあ親は甘くなってるけど、まあそうやね。500万、600万とえじゃあそこそこ戸建て買えるからな。ほんまに家賃毎月7万ぐらい踏んでくれんねん、そんな戸建て買うたら。中学校から私立に行って大学まで行って3人おったらね、2、3000万になるわね。アホかみたいな話、うん、回収できる学校や、だから、ね、例えば医学部とかな、うん、やったらまだええけど、うん、免許取ってくれ、取られても回収できるけど、うん、なあアホみたいにな、うん、思わんね、公務員でもなりますわなんか言われてんねん、アホかみたいな話やんな、うん、で、まあ変な道に行くよりはええと思っとるかな。何や変な道って、ええ、それはもうその辺も全然働かんと、うん、何もせんと、何もせんと働かんと食われへんやん、うん、どうやってそんなもん生きていく、家におるからやろ、そうそう、親元に掘り出すんよそんなやつは。そういうのおるでしょまだ。でも今自分が苦しむわ、うん、こっちは年取っていって置いていくのにやで、うん、やっと嫌ってもう自分の羽伸ばしても好きなのにしようかな思ってんのに、まだ家におられてんねん、そんなもんたまったもんじゃん、そんなもん、うん、なあ、うん、おるよでもね、そういうのね、うん、まあだからね、この間からの不動産の話じゃないけど、俺はビタ一文ガキにはやらんからな、うん、全部俺のもんや、うん、何にもやね、まあまあいいんじゃないですかそれ、何にもやらんからな、よう言うや、持って死なれへんからって、うん、ね、持って生きてる間に使いましょう、うん、違う、俺持って死んでいくからもう。有効に使いますよ、それは有効ですか。まあそれは冗談やけど、じゃあ本当にね、子供はね、子供っていうか若いやつは甘やかしちゃうな、特に自分の子供は何でもできんねんから、若い人はね、違う、だいぶうちらでも出ていってますからね、閉塞感とか、ね、やっぱ寝ぼけたこと言うてんのか、何でもやらなあかん、そんな違う、うん、そうやないと実績積まれんのね、何回やろうもとやっぱキャッシュはいるわけなんで、そうでしょ、何にもなしで、さ、まあこの間からの不動産の話じゃないけど、何にもキャッシュがないのに不動産始めますよって誰もできへんので、やっぱある程度の手金はいるんで、7億いますからね。え7億最初の始まりの時っていうのはね、やっぱね、5000万引っ張ろう思ったら5000万のキャッシュ持ってんの引っ張られへんのよ、うん、そうでしょ、うん、同じ手金見してくれって言うてくるから銀行は、最初のスタートよ、今は違うよ、うん、ね、これちょっと5000万いるんやと、うん、だから5000万見してください、今持ってんのって言うてくる、そ, うそれ持ってるもん見してくれと、じゃないと最初はスタートせんのね、やっぱり自分が頑張って働いて節約してお金は貯めましょう、最初は若い人は資金があるから、最初手がね、やっぱり狭な方は何にもできへんので、やっぱり何しようも実際問題な、まあそうスピード的に、まあ、100万円でもできんねん、ね、会社作って100万円の貯金から始めてもできるけど、スピードは遅い、いかんせん加速度的に上げていこうと思ったら、やっぱりキャッシュって必要になってくるんで、そうでしょ、そうですね、そうでしょ、うん、でそれを一つ一つ実績化されていくってことか、ね、うん、今日の話はこれ、はい、子供の学費の話、分かります、高すぎる大学、はい、アホかみたいな、はい、はい。